AI フラックスモデルを利用して AI ビジョンを作成する方法について紹介したけど、今回さらに動きがあったということでまた動画を作ることになったんだよね。そうなんです。前回フラックスモデルを利用して AI ビジョンを作成するための方法として、弥生ローラフラックスと JDL フラックスローラという2つのローラが有効であると紹介しました。この2つのローラの作者である小田次郎さんが先日新しいフラックスベースのモデルであるアンズフラックスを公開しました。このモデルを使うとモデルファイル単体でこのような AI ビジョンを作成することが可能となります。ローラを使わずモデル単体でも AI ビジョンの生成を実現できるということで、いよいよ SD1.5 や SDXL のように AI ビジョン生成がフラックスでも身近になってきた感じがあるね。そうなんです。今回はこのアンズフラックスについての紹介動画となります。フラックスでも AI ビジョンを生成したい方にとっては要チェックな内容となるので、ぜひ最後まで動画をご覧になっていってください。今回紹介するアンズフラックスはフラックスベースのモデルとなっており、このモデルを用いて画像生成を行うことでご覧のように可愛らしい日本人女性を簡単に生成することが可能です。いい笑顔だね。モデルファイル自体はハギングフェイス上に公開されており、そちらからモデルファイルをダウンロードすることで利用可能です。現在はベータ版であることがファイル名からは伺えますが、ベータとはいえ生成される画像のクオリティは非常に高く、プロンプトだけの一発生成でも十分にクオリティが高いです。実際に裏で流している画像は全てプロンプト一発で生成しているよね。はい、すごく良いモデルなので皆さんもチェックしてみてください。また Google コラボユーザー向けには、前回の動画でも紹介した新型 4G 用のノートブックにすでにこちらのモデルも追加しているので、そちらから気軽に試すことが可能です。コラボノートブックの URL は概要欄をチェックしてみてね。ちなみに今回アンズフラックスとは別にアンズフラックスローラという新しいローラも公開されています。こちらも素敵なローラとなっていますので合わせてチェックしてみてください。フラックスローラについては前回の動画でも触れているので、利用上の注意などは前回の動画をチェックしてみてね。アンズフラックスの特徴はやはりステーブルディフュージョンにおける弥生ミックスやふづきミックスのような日本人女性をフラックスでも生成できるというところかな。そうですね。そしてアンズフラックスを数日触ってみて感じたのですが、かなり安定感のあるモデルになっています。こちらはシード値を一つずつずらしながら3枚生成してみたものですが、どの画像も一定の品質が保たれているのがわかります。どれも素敵な画像、確かにクオリティがとても安定しているのがわかるね。ちなみにこれらの画像はアフターディテイラーは利用しておらず、テキストプロンプトで1回で生成したものです。顔が崩れてしまうとかでアフターディテイラーを使うことも今まではあったと思うけど、ついにアンズフラックスでは利用しなくなったんだね。そうなんです。これは人にもよるかと思いますが、私はアフターディテイラーをよく使います。モデル自体が高性能になってもどうしても顔がテキストプロンプトの一発出しだと安定しないことも多かったからです。しかしアンズフラックスはアフターディテイラーが不要だと判断できるくらい顔が安定しています。確かに顔つきもすごく安定しているよね。そうなんです。もちろん他のモデルもクオリティ自体はとても高く、これからもたくさん利用していくと思いますが、このアンズフラックスの安定感はその中でもかなり高いと触っていてまず思いました。安定感もあるので、いろいろなパターンで繰り返し生成してみたいと思える、そんなとても楽しいモデルになっていますね。生成していて楽しいと思えるのは画像生成をしていてとても重要な要素だと思うので、そういった意味でも良いモデルだね。というわけで今日はアンズフラックスというフラックスベースのモデルについて紹介しました。現時点だとフラックスモデル単体でリアルなアジア系 AI ビジョンを生成できるモデルというのは希少だと思うので、このモデルはかなり注目されそうだね。そうですね。モデル単体で利用できるという点も生成の敷居を下げる気はするので、かなり幅広い人に使われるのではないかと個人的には思っています。しかもまだベータ版というのが驚きだよね。皆さんも今のうちにこのモデルをガンガン触って
ハンズフラックスの特徴に触れてみてください。こちらのチャンネルでは今回のように画像生成 AI ニュースや AI 実写化などの動画を日々投稿しています。面白いと思ったらぜひチャンネル登録もしていただけると励みになりますので、よろしくお願いします。それではまた次の動画で会いましょうね。最後までご視聴ありがとうございました。